セーブポイント発見です。休憩されますか？させてもらえませんでしょうか？え、お礼って？この前一緒にメイドさんを探してくれました。そのお礼です。そんなお礼なんていいのに。どんなことでもします。どんなことでも？朝日さんはどんなことをされたら喜んでもらえますか？ああ、なんでもって言われても。どんなことでもいいんです。例えば、秋葉原案内とか。え？もしかして秋葉原案内くらいじゃダメでしょうか？ああ、いやありがとう。それじゃあ案内してもらおうかな。はい、喜んで。だけどどこを案内してくれるんだ？でしたら僕なりに案内させていただけたらと思います。まずは中央通りのホスマップの横です。行きましょう、朝日さん。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち？セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。こちらです。ここって何の変哲もない場所だけど。ここ地下闘技場への入り口なんです。は？地下闘技場？本当にここにあんのか？噂でしかありませんが、メイド業界でとある噂がささやかれてるんです。とあるメイドさんが空手の達人で、その親は危険な裏社会の人間なんだとか。で、どうやらその裏社会の親御さんがここで地下闘技場を営んでいるらしいんです。そんな嘘だろ。ですが噂のメイドさんもよくここを出入りしてるって目撃情報もあるんです。まあ知らない方が良かった気がする。それじゃ次へ向かいましょう。電気街口のレディオ会館の裏手です。パソコンを強化しろっち。オイラお守り。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想球っち。朝日さん、着きました。着いたって、ここ？普通のビルみたいだけど。実は、このビルの一室に秘密の病院があるんですよ。秘密の？何でも天才的な闇医者の病院で、法外な金額さえ払えばどんな手術をも行うそうです。いや嘘だろ。どうなんでしょうか。僕もお世話になったことはありません。ですが病気も怪我も綺麗に治るし、見た目を別人に変えることもできるそうです。だけど直せないものもあるんです。このと次の場所に案内します。朝日さん、ジャンク通りの路地裏へ行きましょう。休憩ポイントっち、おいらは疲れたっち。妄想球っち。
朝日さん、最後はこちらです。鉄道模型って書いてあるけど、ここもあれなのか。はい、表向きは鉄道模型、裏向きは闇の武器屋さんなんです。まさか日本刀とかライフルとかハンドガンとか売ってないよな。はい、売ってますよ。なんでも裏で仕入れたそうです。危なすぎるだろ。ですが、なんでも店主が気に入らないと売ってもらえないみたいなんです。その店主どんなやつなんだよ。ドクロのお面をつけた方です。もしかしてそれって。へい、いらっしゃい。この人です。うん、知ってる。なんだ、私の店に用か。お前になら売ってやらないこともない。いや、お断りします。そうか、それは残念だ。と言っても今店は改装中なんだ。だがちょうどいいな。お前ら、私の店の改装を手伝い。カラダ、逃げるぞ。はい。はあ、逃げ切れたな。朝日さん、大丈夫ですか。カナダこそ随分余裕そうだな。だけど女の子に体力で負けるなんて。どうしたんだ。それより僕の案内喜んでいただけたでしょうか。まあ面白かったよ。でも知らない方がいいこともあったけど。やっぱり知らない方が幸せなこともあるんですよね。ん、もしかして何か変なこと言ったか。いえ、なんでもないです。コノト、サキ。みんな元気。私たちのこと見張って自警団に報告するつもりだったのかしら。サキ、ピン君。なあサキ、なんでなんだ、なんで自警団に。それは俺たちの敵になったのか。この女は自警団にいる、それが答えじゃない。そうだよね。私、琴美ちゃんにひどいことしちゃったもんね。分かってるじゃない。サキ、戻ってこいよ。朝日、俺ずっと待ってたんだ。そして今も待ってるんだよ。そんなの無理だよ。だって私にはみんなと一緒にいる資格がないから。サキ。でもね。何してるの、サキちゃん。水木。私の存在を忘れてもらっては困るな。これが自警団のやり方ね。それはさ、僕らのアジトに帰ろう。せっかく取り返せたんだから。ちょっと待てよ水木、俺たちまだ話が終わってないんだ。だとしたら終わらさせてもらうよ。サキ君、昨日の今日だ。まだ安静にしてねばならんぞ。じゃ、俺たちも帰るか。まだ話は。自警団は殲滅しなきゃなんないの。でも、ここじゃ人が。騒ぎを起こすなよ。忘れるな、この町には管理局もいるんだ。だけど
おい、秋葉原自警団、お前らも気をつけろよ。愚かだな。忠告を素直に受け取る我々ではない。じゃ、そういうことで行くぞ、お前ら。それじゃあ、僕も調査に戻るね。サキ君、これでよかった。それは…焦ることはない。ゆっくりでいい。ゆっくり知っていけばいいんだ。さて、それでは帰ろうか。今日はゆっくりと活動日誌でもつけるとしよう。浮かない顔してどうしたのかしら。いや、大丈夫です。いつものロックで。あら、レイちゃん、まだ夕方よ。お城の妄想について何か新しい情報はないか。いいえ、あんたたちが欲しがる情報はないわ。そうですか。理由までどうかしたの。みんな元気がないわね。が帰ってこないっち。そう、ガキのすれ違いだ。気にすんな、レイちゃん。あんたが思ってる以上に子供は難しいのよ。特にあの子、サキはそういう子なのよ。素直な子ほど素直になれない時がある。あんなのただの傲慢よ。半径10km 以内に近寄らないでほしいわ。もう、ことみったら。とんだ勘違い女よ。自分を悲劇のヒロインとでも思っているのかしら。悲劇のヒロイン。そうよ、悲劇のヒロイン。自分だけが特別だと思っているような女よ。自分だけが特別か。なあ、アサヒ、あのジョーちゃんの妄想はいつ壊した？え？サキは妄想が侵食しない特別な存在だけど。あんた、まだそんな話信じてたの？妄想の認識と妄想の侵食、その二つは必ずしも同時期じゃない。それじゃあ、あの城の妄想は？可能性はゼロじゃない。急ごう、入り口が現れたかもしれない。待ちなさい。行ってどうするの？壊すの？それは…なら、ジョーちゃんはどうしたいんだ？ふん、とにかく、行ってみよう。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。胸がドキドキしてきました。ねえねえ、この携帯欲しいの？そうだ、お揃いで持とうよ。お揃いか、それもいいね。でしょでしょ、買ってくれたらお願い聞いてあげる。ああ、あれは完全に買わされるパターンだな。あの子、もしかして。あ、萌え。ああ、それじゃ、奮発しちゃおっかな。わあ、たかしさん大好き。かなみちゃんだよね。え、萌えさん？久しぶりだね。たかしさん、あっち行こう。え、いいのかい？さっきの子、知り合いなのか？はい。なるほど、そんなことが。ほら、前にお話ししたじゃないですか。ご主人様のいかがわしい要求を許容し、逆にご主人様を利用するメイドも存在すると。それがあの子なんだな。だけど、萌えの後輩だったなんて。後輩といっても、もう辞めちゃいましたが、それからはいろいろなメイド喫茶を渡り歩いてます。どこのお店でもご主人様と親密な関係になって、高価なものを買わせているみたいなんです。
して、お店の風紀を乱しては去るというのを繰り返し続けていて。問題メイドなんだな。確かに、メイドだって人間です。ご主人様と恋に落ちることもあるかもしれません。そればかりはどうしようもない。誰かを好きになることは止められません。ですが、ご主人様の心をもてあそぶようなメイドは見過ごせません。それに、あの子は…やっぱり気になるんだな。はい。それじゃ、追いかけようぜ。え？だって萌は止めたいんだろ。だから、探しに行こうぜ。ありがとうございます。他店のメイドとも仲良しなんだな。メイド業界は派閥争いもありますが、私はみんなと仲良くしたいと思ってます。さすがメイド組合のリーダーだね。萌ちゃんは偉いな。そんな褒められることはしてないよ。で、そうだ、ちょっとね、聞きたいことがあったの。この前のメイド集会で話題に出た例のメイドの子なんだけど、見かけなかったかな？ああ、あの子か。ご主人様たちに次々と手を出してる子だよね。うん、その子なんだけど。もしかして何かやらかしたの？はあ、困ったな。え、どうして？だってあの子、今うちで働いてるんだもん。え？なんかね、オーナーが知らなかったみたいなの。それで先日入店させちゃってさ。彼女、今どこにいるか知らないかな？今日は休みなんだ。だから、ちょっとわからないかな。そっか、ありがとう。もし見つけたら連絡くれると嬉しいな。絶対に止めないとな。え？だって、萌は組合のリーダーなんだろ？だったら頑張らなきゃ。それは…違うのか？ちょっとだけ違います。だけど、止めなきゃいけないのは一緒です。ちょっと、どこ行くの？お揃いの携帯、買わなくていいの？ま、これで被害は食い止められたか。朝日さん、彼女のこと追いかけさせてもらえませんか？え？いいけど。では、行ってきます。萌えのやつ、どうしたんだ？私に謝るのよ。何よそれ。いい人ぶるのも大概にして。偽善だって思うかもしれない。だけど私は本気で話をしているんだよ。やめてよ。私なんかに優しくしないでよ。かなみちゃん、私ずっと萌さんみたいになりたかった。萌さんみたいな人気者になりたかった。それじゃかなみちゃんは。人気者になるために連絡先の交換をするようになったの。で、どんどんエスカレートしたと。
ダメだって分かってたよ。だけど何か買ってもらうと自分は人気だって思えたの。そうだったんだね。それじゃやっぱり私のせいだよ。何よそれ、自分が人気だったから悪いとでも言うの？違うよ。私がね、頑張り方を教えてあげられなかったから。どういうこと？覚えてるかな、かなみちゃんを面接したのは私だったの。あなたは真面目で明るい女の子だった。この子ならきっと頑張ってくれるって思った。だけど私はメイド組合を任されていた。忙しさを理由に夜シフトに出ないこともあった。そしてあなたは辞めてしまった。最後の挨拶をすることもできなかった。そして悪い噂を聞くようになった。それからね、私ずっと後悔していたの。あの時ちゃんと育てることができていたらって。私はずっと忙しさを理由にしていた。だけどそれは自分に力が足りなかっただけなの。だから本当にごめんね。謝らないでよ。そんな萌さん見たくないよ。それじゃどうしたらいいかな。私はね、かなみちゃんが思ってるほど完璧じゃないよ。失敗もする、後悔もする。人前に出たくない時だってあるんだよ。何が言いたいの？その度に私は頑張ろうって思う。だからね、もう一度一緒に頑張れないかな。私なんかと一緒に働くのは嫌かもしれない。だけど私はずっと待ってるから。かなみちゃん待ってるからね。行っちゃったな。あの子戻ってきてくれるといいな。はい。なあ萌え、完璧な振りなんてしなくていいんだぞ。ありがとうございます朝日様。